今回はユニクロエンジニアドガーメンツのフリースプルオーバーです。以前に紹介したことのあるユニクロエンジニアドガーメンツがアウトドア的な服を作ってきました。フリースプルオーバーです。プルオーバータイプのフリースでスウェット感覚で着られる服だと思います。色はオリーブを選びました。フリースは毛の長いハイロフトフリースが使われています。ハイロフトのフリースとは、その長い毛足の中に空気の層を作り出すことができ、保温性を高めることができます。それでは細かい部分を見ていきましょう。襟元や袖口は同色のパイピングが施されています。生地自体がストレッチ性が高いので特に必要はないかもしれませんが、この肩のホックを外すことでより着脱が容易になります。ポケットは胸元にのみ1箇所、引き手もしっかりついていますね。裾も襟元と同様パイピング処理がされているのでほつれることはないと思います。こちらはフリースジャケットではないのでポケットはついていない仕様になっています。このフリースプルオーバーを初めて見た時に最初に思ったのが、昨年から発売されているパタゴニアのロスガトスです。ロスガトスもカジュアルフリースというラインから出ているだけあってリラックスウェアという趣があります。ロスガトスも他のパタゴニアの製品と同様細マッチョな北米的な形をしているので胴回りは細く袖は長めの設定です。またハンドウォーマーポケットがついていることからしても、これ1枚で着ることが想定されている服だと思います。ユニクロエンジニアドガーメンツはそれに比べてとてもシンプル。クルーネックの良さを生かして中間着として着れば、袖丈も適度なのでアウターの袖から飛び出すこともないと思います。ハンドウォーマーポケットがないことも中間着としての仕様としては良いことだと思います。かさばりませんし洗濯時の乾燥も早くなりますからね。それでは実際に着てみます。身長183センチ、体重75キロでサイズ L を着ています。胴回りはゆとりがありますが、腕は比較的タイトな作りですね。腕回りのゆとりや腕の長さがもう少し欲しい方は、もう一つサイズを上げてもいいかもしれません。少し遠目で撮ってみます。私は袖の余分な長さと胴回りのゆとりがいらなかったので、少しタイトめに L サイズを選びました。今回は下に細めのパンツを合わせていますが、もう少しゆとりのある形のものでもバランスはいいと思いますね。イメージビデオにあるようなキャンプや街着のアウターやミドルインナーとして使える一着だと思います。このコラボレーション来年も続くのでしょうか。楽しみです。
今回もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよかったらぜひ。